はようございます。10月24日日曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。高気圧に覆われて広く日差しが届きます。ただ東北の日本海側から北陸にかけて、そして東海エリアの沿岸、南西諸島では雲が広がり雨が降ることがあります。三重県の南部では夜遅くなるほど雨が降りやすくなるので注意が必要です。西日本では薄雲が広がることもありますが、大きな天気の崩れはありません。さあそして25日は西日本東日本でお天気崩れるところが多くなりますので、今日の日差し有効に活用してください。気温を見ていきますと、前日よりも上がるところが多くなり、日中は過ごしやすい体感となりそうです。朝晩との気温差で体調を崩さないようにお気をつけください。